はい皆さんこんにちは東協医科大学の清水太郎ですえ今日は研修医サバイバルライブ第2弾ということで、えー、自分がですね診断編ということで、えー、担当させていただきますよろしくお願いしますえっ、ー、と、まあ、今回の企画はやっぱりあのコロナウイルスのことでですね学習の機会がま奪われてしまったとかですねあのー。 病院の勉強会なんかの交流もだんだん減ってきてはいるという中であのケアネット様が、えー、それだったらちょっとやっぱりもっと元気づけなきゃということでですね、えー、各地の先生方にこうやってお声をかけていただいてみんなを元気づけようという、まあ、勉強の部分でですけどね、えー、頑張っていこうというそういう、まあ、ムーブメントの中の1、えー、枠として今日自分がですね 診断編ということで担当させていただいていると、まあ、こんな感じです。ということで今から1時間ぐらいですかね、まあ、元気にっていうかですね楽しくやっていきましょうじゃあ早速始めます。えっ、ー、と診断のことでなんかちょっと難しそうなことを書いてますけどもあの診断が何で重要かといったらこれはあのえっ、ー、とですねまあお医者さんがやる仕事っていうのは診断と治療、まあ、もちろんそれ以外のマネジメントも含めてですねありますよね。 であの目の前の患者さんに対して医者として何ができるかというのはあの困っていることに対して分、えー、け隔てなく困っていればそれを、まあ、健康問題をですねサポートするっていうのが僕らの仕事なんですけどもこの中で診断というのは、えー、よくこの未分化な状態っていいますけどなんだかよく分かんない問題のまんまなんとなく、まあ、こうやったらよくなったっていうのはですね まあ悪く,はない良くなっているから悪くはないんだけども実際のところは本当の問題はこれだったということがですね明確になっていないと本当に大事なこと本当に重要な治療とかですねケアっていうのがやっぱりできないんですよね。その方向性を決めるのって診断ということになると思います。